はい、皆さん、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。じゃ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 ん、ニュース、ライブ、映像、エプコティアを見させていただけながら、私があれ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 。<laughs> 途中で完全に見失いました。日本語ね、もう宇宙人語みたいになってますけど、私がエプコティアという映像を見ながら、思うままにいろんなことを言っていく動画。今日で十二本目ですね。 あっっという間にディスク1が終わって今日からディスク2に入っていきますけれども今度はねディスク2の最初に異星人とのコンタクトについてっていうのがまた書いてあるんですけどすごいねほんと改めましてですけどこのねコンセプト1一から考えてこう形にしていく映像もねサクッと見る方が見てしまいますけれどもあれ一から作ってるんですからね本当に素晴らしいなと思いますけどさあそれでは2枚目がもう入っておりますのでえ早速ねその 異星人とのコンタクトについてから見ていきたいと思いますそれでは2枚目の「プレイオール再生ピョこん」えいあれえい押してるんですけど私「プレイオール押した」はいようやく来たさあ行きましょうキュイーって今言ってますけどねさあそれでは拍手大きな拍手でプンポンポンあなんか宇宙の映像がバーッと出てきてますね薄い青紫緑みたいな色が 銀河の中にちょっと浮かんでおりますファーストコンタクトカードコの声それは異星文明との初めての出会いなるほどこの最初の赤色はその後の未来に影響するとても重要なことですなるほど手越くん過去の歴史でもこのファーストコンタクトを失敗し争いになった事例もありますなるほど異星人と我々地球人との価値観は必ずしも一緒とは限らないからです いい声だね手越くん小山くん異星人とのコンタクトを成功させるさえたやり方は一つしかやりません生命体らしきものを見つけられた場合は速やかに私たち乗務員へお伝えください増田くん異星人とのファーストコンタクトはなかなか体験できることでありませんうん皆さんと一緒にこの歴史的瞬間を過ごせることをとても嬉しく思いますなるほど準備はいかがでしょうかいいですよ きますね何かがきますねシュシュシュさあ音楽なりましたピュ,ピューピューピュータカタカタタタタ,タ,タあまた出たカイボンセンコ,コタコタ出ました何このダンス知らないの流行ってるんだよコタが言ってますねえと出たカイが何というかわかりませんグイイカを模したカイがねうんボンセン上手く踊れないじゃないかと ふんだと <laughs> コタ待ってよタコを申したコタ待ってよーと真ん中のステージでビヨーンなんかぶつかろうとボンセン何これこれ UFO だよだってなんて言ってんだよボンセンこれに乗ってエクトッエクコティアもう全然言えないコティアをライナーを追いかけようそうしようボンセン入り口はんどこだろうああ開いた開いた開いた入り口 ボンセンセ探してますなないなあすごい声ですね。ないなあこれ加藤君がやってるですねこの声はね。あずるいよとボンセンが「何先に乗ってるの?と」と二人とも「降りてよ」とボンセンが言ってます。「コタ嫌だよ」「貝ピヨン」出てきました「ひどいよ」<laughs>「俺だって乗りたいんだもんボンセン」「叩く音」ゴ「ゴスゴスゴス」ボンセンがコタと貝にぶつかってますよ。あだだだだだだだ あ、カイ爆発した。で真ん中にあったちっちゃい宇宙船みたいのがあれなくなってあれ UFO 大きくなってるだって。ボンセンすっごーい。カイ何言ってんのいつもギャオガーテロップもなんか何語かわかんない文字が出てるんですよボンセンよし行こう。レッツゴーと。コタワーイ。ボンセンイェイイェイ。カイ何言ってんのそれ、はい。ボンセンやっぱり UFO ってテンション上がるよ <laughs> うーんと。 エプ,コティもエプコティアライナーも好きだけど UFO もいいよね U4U4 って言いながらみんな3人が乗っかってるこの動きがねずっとステージの方に行ってんのかな真ん中のステージからさあそして映像に3人が乗った頃ねブワーッと乗ってる映像がさあ異星人との遭遇一つしかありません生命体らしきものを見つけられた場合はお手元のペンライトを点灯し高く掲げて 上務員にお知らせください。うわ、すごい。キラ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 。すごい点滅してる。機長、え皆さん、異星人を発見されたのですかああ、ちょっと教えてください。機長、いいね。刺激を与えすぎると危険です。一度、ライトを消してください。わ、すごい。みんな消して、すごい。すごい。楽しいね、これ。いいですか。そうしましたら、もう一度、私の合図で、その異星人の方にペンライトを向けて、 点灯してもらえますかと行きますよせーのわあ見つかっちゃったあれあそこにも UFO お、なんだ真ん中のステージにあ、うん、<laughs> みんなが衣装を変えてこのポーズでテ人とも上がってきましたテテ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 テ めちゃくちゃ華やかな音楽鳴り出しました加藤君髪型めっちゃ決まってるオールバックさあ手越くまさくん踊ってさああのステージのところにこうねテスの輪っかが来てちょっと UFO っぽく見えてんのかなてっ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 て踊りが可愛い宇宙人っぽいその瞳は深く渦巻いている小山くん 可愛いリズムの歌金のスープーンのような格子つきがさらう銀河の果てにこういうマイクでねさあ人間のようにキスも傷もこさして可愛い踊り手越くん愛を求め抱き合ってカコン髪型いいねもっと俺が 欲しいんだろうおらら U.I.U.F.O. 綺麗すぎる嫌いだよ。欲しいものを手にしたら。さよなら次の星の彼方へと。u o u 冬、u f o その俺に会いに来たんだろう一途な女のふりして。 今で手に入れようとしてるんだね。そんな簡単にあげないよ。可 <laughs> 愛い,いまさか君の愛も見せないよ。ufo かわいい歌。だったかな？ガタガタガタちょっと回ってるんですよ。ステージがゆっくりね。てかたたたたたあ回ってなかったわ。先生 <laughs> だけ聞かない唇。唇ちょっとリズムが変わってる。じゃあ立つじゃん。 長い旅を語るまっさく歌ってます小域だけかわし誘惑のままなぜ幾千の星からここを俺を選んだの愛をして絶望しても家族く歌ってますね手越しくんのてます小山くん <laughs> 欲しいんだよ名前はごちゃごちゃリル,リルリール何あ UFO 嫌いすぎる嫌いだよ 欲しいものを手にしたら、さよなら、次の星の彼方へと <laughs>。h you? Are you UFO? この俺に会いに来たんだろう <laughs> 一<度>。一番、また回ってるよね、やっぱりステージ。無理して、愛まで手に入れようとしてるんだね。<laughs> そんな簡単にあげないよ、加藤くん。

恋なんてもろく加藤。かとくん。星屑のように遠ざかる。オールバックいいね。手越しくん。流れてゆく窓の外。いいね。空に君を探してしまうよ。ドゥララユー、あう話したくない大好きだよ。欲しいものを手にしたら。さよなら、次の星の彼方へと。 love you,、right, you. you. UFO? この俺に会いに来たんだろう足がぴょこぴょこ上がってますわくんかわいいね。愛なのふりして愛まで手に入れようとしてるんだね。そんな簡単にあげないよ。かわいいね子供もり君の愛も見せないよ。手越しく可かわいい。UFO

これ e m m a と書いて「エマ」「エマ」ですかこれは。からさあジャケットを脱いで肩にかけながら回して抱いて4人がまたね下の台に降りてきて踊っておりますよ。ララーララーララージャケットを持ちながら。 肩にかけて。午前0時、キムレとのキスを交わす。手越く君から歌い始めました。野生の世に、綺麗なハモリ。この世に飛び立った。おいえいえい。綺麗な声の伸び、手越し君。お素敵な女に。加藤君。ピストール握らせ。 風の中、まさか中で口笛吹いて、不意に抱きしめたんだ。愛しくて、えま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 。お前は悪い女。濡れた唇、脱いだれた吐息。このままずっとやめないで、えまえまえま。夜明けまでの道連ね。 うが流れても求め合う体、酔うよ、酔わせてくれ。加藤くんかっこいいです。さあ、またジャケットを持ちながら、くるっと回して、肩に持ってるやつを闘牛士のように前に持ってきて、で、あ、まさにこう闘牛士みたいにこうね、袖を持ちながら。で、たったっ悲しいね、えば、えば、えば。まさくん。 4方向に棒がね立っていてそこに松田君手をかけながら手越し君も「愛せないほど傷つけ合おう」麗なビブラート「エマエマエマ」さあ4パターンに絵が並べてみんなこういうふうにねスタンドの前でやってます小山君もすごい力入ってる「赤い夜明けがやってくる前に」これ4人ともやってんだこれ「夜よ酔わせてくれ」いいね4人とも同時に見えるといいね。 さあ小山君もノリノリリになってます体の動きがキレッキレレッさあ4人ともそのスタンドの前で同じようにこう踊りをしながらジャケットを持って振ってそのスタンドにかけましたよ。うわっ手越君シュッと袖にした音が入ってひとまずここまで。 異星人とのコンタクトからですね多分読み方 UFO それから「エマ」これでまた一気にね1枚目の終わりからぐらっとまた雰囲気が変わってどんどんとこ見せてくれておりますけれどもいやかっこいいですねもう単純にもう今一生懸命ねこう遅れないようにメロディーをま奏でつつ あの映像も見ながら動きもこう解説してますけど本当にねちょっと私今の UFO はま多分フルで今ね歌ってたと思うんですけど途中からこうやってね私上半身だけしかやってないですけど動くだけで結構体もあったかくなってくるしこの状態であの4人はねもちろん歌も歌ってるしこれしかも照明っていうのが当たるとですねめちゃくちゃゃくいんですよ実はでしかもこういう大きい会場のやつってものすごい強い光で当ててますから。 出ないと遠くからこうね。ピンスポットって一つにこう集約できないので、すっごい熱いと思うんです。でもこういうね。ヘッドセットマイクを使って歌ってる時にヘへヘへへへ言わないですもんね。今私ちょっともうしてますけど <laughs>。いや、これしかも今までね。ディスク1のこの何十曲とやった上で。 この曲にまた行ってるわけですから途中ちょっと休憩してるって言ったってこう着替えがあったりねその場所移動があったりというそのまあ着替え兼休憩ですからいやこれはすごいでまだこれライブも中盤まあちょっと後半に入ってきてると思いますがここからさらにきっとねより盛り上がってくるんだと思いますので次も見たいところですけれども今日はこんな感じでねえまた続きは次回ということで皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。